はい、どうも皆さんこんにちは、ジーセリです。本日は、アンダーテイル、ゲームをやる前に、ちょっと、嬉しいことがありましたので、ご報告を、させていただきたいかなと思いまして、ですね、ツイッターで、自分のことをね、応援してくださってる、フォロワーさんに絵を描いていただきましたので、そちらのご紹介をしたいと思います。こちらですね。いやー、どうです？自分のその動画のイメージキャラを描いていただいたんですけども、自分前に動画のやつで VTuber になってみた的な動画一回上げたんですよ。で、狼のキャラクター でその時のイメージが残っていらっしゃったので、その錦鯉さんという方に、こちらの、狼のキャラをイメージして、絵を描いていただきました。なんで鎧かっていうと、ツイッターの方でですね、僕鎧っぽいパーカーを着たことがあるんですよね。その時のあれとこの狼のその合わせた感じでのイメージキャラです。いやー、本当にこんなに素敵でうまい絵描いてもらっては感無量でございます。いやー、本当に錦鯉さんありがとうございました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。では本日も、実況行ってみたいと思います。よろしくお願いします。切ないよね。でも主人公は行きます。あれ、こんな感じだったっけ。フラビー出てこねえ。アンダーテイル。あ？なになに？おお。木が折れた。え、木が折れた？ってことは誰かが後ろからついてきてるということか。怖い。おい、人間。引っかかったな。手にブーブークッション仕掛けといたんだ。あれ、前にもこんなことあったっけ。こっちを向けって言う前に振り返ったしな。まあ、いっか。あんた、人間だろ。オイラはサンズ。見ての通りスケルトンさ。人間が来ないかここで見張ってろって言われてんだ。つっても、オイラ的には人間捕まるとかどうでもいいけどな。でも弟のパピルスは、筋金入りの人間ハンターだぜ。ああ、噂をすればパピルスが来たっぽいな。そうだ、とりあえずこのゲートっぽいのくぐれ。普通に通れるだろ。パピルスが作ったんだけどさ、意味ないよな。そのちょうどいい形のランプに隠れてくれ。ちょうどいいランプなんであるんだ。よう、パピルス。ようではない。パズルを挑戦しておくようにと8日前に言いつけたのに、未だに何もせず勝手に持ち場を離れてフラフラと。こんなところで何をしているの。そこのランプを見てる。いいランプだろ。お前も見ろよ。
そんな暇はない。人間がここを通ったらどうする？人間の襲来に備えるのだ。そして必ずこのパピルス様が人間を捕まえてやるのだ。そうすればこの偉大なるパピルス様の望みは全て叶う。人間もの人気者になって尊敬されて、ついに憧れのロイヤルガードになって、そしてみんなにお友達になってって言われちゃったりして、毎日ラブラブ光線を浴びまくるのだ。そんならこのランプに相談してみるのがいいかもな。ちょっと適当なこと言わないでよ、この腐るスケロダメ。毎日なあもさずに骨クソほじってばっかりのくせに、そんなだと偉い人になれないだぞ。いやいや、こう見えてもトントン拍子に出世してるんだぜ、スケルトンなだけに。サブ、またまた顔が笑ってるぜ。知ってる、悔しいけど、なぜ俺様ほど偉大なスケルトンが人気者になるのにこんな苦労をしないといけないのか。パピルス、たまには肩の力抜けよ。それが本当の骨休め。なんつって。なあ、もういい。俺様は自分のパズルの管理で忙しいんだ。まったく、兄ちゃんは本当に骨の髄まで怠け者だな。よし、もう出てきていいぜ。早く行かないとパピルスが戻ってくるぜ。そしたらオイラのキレッキレのダジャレが再び炸裂するぜ。はぁ、警備員の詰め所のようだ。なぜかケチャップとマスタードとピクルスが置いてある。ちょうどいい形をしたごく普通のランプだ。そんなバカな。なあ、ちょっと一つ頼んでもいいか。ここ最近パピルスはずっと落ち込んでる。あいつの夢は人間に会うことだから、あんた会ってやってくれよ。大丈夫、パピルスは実はそんなに危険なやつじゃない。頑張って強そうなふりしてるだけだ。だから一つよろしく頼むぜ。オイラはこの先で待ってる。あのランプの形のちょうど良さを思い出すと決意がみなぎった。セーブ。はあ。